い、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？本日はお待たせしました、 Z 命様。はい、オーダークラブのご報告でございます。こちらですね、出来上がったのはもう前に紹介したんですけども、ご来店がですね、夏以降ということで、ちょっとのんびりしておりましたが、途中経過のね、ご報告をしたいと思います。ちょっと写真出てると思います。が、そういった感じのね、グラブでございましたが、もう今だいたい Z さんの要望の格好にはなってきました。まだ硬さが残っておりますので続きやっていきますけれども、これね、オーダーファイルね、ちょっとチェックしていきます。 Z 命様、公式プロステグラブケジ、注文が昨年の9月の28日でございました。半年かかりましたけれども、品番が BPGPRO、 オーダー品番ですね。モデルはですね、G54 ベースでございます。二類種遊撃種の小さめの名種タイプで、なおかつさらに5ミリ弓を短くしてほしいということで、これちょっと見ときますか。子供のグラブと比べてみますか。はい、こちら平均的な子供グラブの大きいやつ、サイズ大ですね。こちらのサイズ感がこんな感じでございます。じゃあ Z さんのやついきましょうか。もうだいぶ平たくなったんですけど、こんな感じでございます。どうですか、ちっちゃいですね。はい、ということで、そちらの方ね、もう一度チェックの方していくんですけども、本体カラーはディープオレンジ、ツートーンはなしの今回は渋い一色でございます。平裏素材はリンプディア、鹿革ですね、ディアレザーで、抗菌、加工がしてございます。紐はレースはブラック、ウェルティングハミは玉ハミレッド、ヘリ側カラーがレッド、ヌイートカラーブラック、バンドグラムトンブラック、ウェブが H、 名手の証 H ですね。はい、それから内芯はこちらね、土手紐抜きでございます。はい、で、硬さ、柔らかく、内芯の硬さですね、柔らかく薄くというご希望で仕上がっております。バックスタイルはコンベンショナルで、あとは指当て指カバーなしの手口部逆巻きですね。はい、逆に入っておりまする。はい、で、あとは刺繍ネームがプロステ禁止でございます。じゃじゃーんね、はい、綺麗ですね。で、あと、そうですね、ネームはちょっと細かくて字が細かいんだわ、 Z さんのやつね。ネームなしでございます。かっこいいですね。あれ、定番かな。いやいやいや、違うでしょう。ということで、今からね、 Z さんのご要望の格好の確認をしていきたいと思います。まず Z さん、指間は最大まで広げてくださいということで、ここいっぱいでございます。広げましたね。はい、こんな感じですね。はい、で、手口ベルト、リストベルトはリストストラップ、スラッガー締めにしてほしいということで、これいつものパターン、まあ、Z さんのやつは何回かやらせていただいて慣れてますんで、こういう感じですね。はい、それからポケットは2箇所平たくということで、ちょっと写真も出てますが、こんな感じになってます。
どうでしょうかね。平たいグラブになっておりまするね。当店、ご要望によって、お客様のご要望によって、片付けしていくわけですが、通常はこういった掴むタイプ、ここの R の強いね、ポケットの深い、こういう感じの、鳴らしが多いんですけれども、Z さんは、はい。ここ、押す人ですね。押す人ですね。平たく作ってねっていうね、当て取りの人でございます。もうこんな感じです。当て取りの人ね。ここを押して、ペッと押すんでしょ？ペッと。みんな、このタイプの平たいグラブにしてほしいっていう人はみんなここを押してますね。こうやってキュッキュッキュッってね。面白いですね。興味深いです。いろんな新選手がいますね。はい。ということで今日は、ご紹介まで。途中経過、Z命さんどうでしたでしょうか。それでは皆さん、さようなら。